僕がこんな決断をするきっかけになったのは、間違いなく今回の事件がきっかけだった。指揮隊長も人使いが荒い、なんで僕が悪神教討伐の任務を受けないといけないんだ。しかも5人も、まずは生存確認を、そして生存していたらそのまま条件を満たす形で討伐って。はぁ、悪神教相手になんでこっちが不利な状況で戦わないといけないんだか。とりあえず情報を全サーバーから監視カメラ、すべてにアクセスして悪神教の情報を洗いざらい集めてみるか。世界一のプログラマー兼ハッカーであり、サイバー管理機関の長である僕を舐めないことだね。と言ってもどれもこれもヘンテコな情報ばっかりだよな。前日に5名が里という男の手によって討伐。だけど次の日には全員が何事もなかったかのように活動。指揮隊長が言うには親玉は幸せという主張。だけどこういう結果になった以上幸せは親玉じゃないって考えるのが普通。となれば表で賑やかな5名は無視だ。その奥にいる親玉探しが僕の仕事ってわけだな。やるじゃん。33番の主張、君主が暗躍してるまでは容易だったんだけどな、まさか複数目撃されてるとはな、悪視圏の意思かね。思ったより時間かかりそうだし、僕より作敵が上手な妹に任せて僕は別路線で攻めてみるか。というわけでさ、フィロン、愛しのお兄ちゃんのために一肌脱いでくれないかね。別に愛しくないけど、兄弟で上司のお願いなら断れないね。お兄、今日本、また随分遠いね。それで大将の写真くらいはあるよね。当然、今日中に本物っぽいやつとリサーチできる。余裕すぎるよ、お兄、今時は立体 VR の時代、ちまちまとパソコンでパチパチしているのはオワコンなのです、そうだ、どうせ WCBT に出るんだろ、なら今から来て一緒に仕事手伝ってよ、ついでに同じ第4部隊の使える連中を連れてきてくれると助かるな。ファルドラ隊長は実力はあっても人望はないからね、できる妹ができないお兄のためにカシニッツで頑張ろう。報酬は貸しとは別に期待する、できる妹がいてお兄は幸せ者っと。ならこっちは情報収集だな。ダミーと絶対に素顔を晒さない徹底ぶり。そこらが能力と関係ありありのありだからね。そして復活した5名のうち、前日と明らかに異なっていた市長の元に足を運んだ。清掃班に後始末を申請しといてっと。なるほど、死体に小細工をしたって感じか。意識があったのはそう見せかけてただけってことかな。能力も身体能力も底上げできるってことか。ならあの複数いた連中にも納得できる。まるでゾンビ系だな。本当なら闇討ちして物色させてもらおうって考えてたけど、ここだと目立ちすぎるか。たく、人が通る時間で面倒事を起こさないでほしいよ、まったく。次の目的地まで結構距離があるね。こいつらの策略に連れさらわれた子たちは大丈夫かな。まあ、見た感じ強いからよほどのことがなかったら大丈夫か。もう昨日で全員討伐完了したんですか。正確にはシアーネが逃走中だが、他4名の討伐は確認された。ファルドラが連れてきた悪神教も虫の息だったがしっかりと生け捕りできていた。さすがだ、仕事が早い。いやいや、指揮隊長の方がすごいですよ。遠隔で現地にいる僕よりも早く仕事をこなすとは、どんな手品を使ったんですか。俺の自慢の子供たちに頼っただけだ。俺自身は何も指示していない。ファルドラも悪神教と戦っていた連中と合わなかったか。ああ、いましたね。すごく強かったのは覚えてますよ。今年は彼ら全員大会に出てくる。ファルドラも油断してベスト8までは楽勝。なんて考えていたら足元救われるかもしれないぞ。それは用心しておかないとですね。逃走しているシアーネも渋滞。というか、多分シアーネだけ集団殺害の時、ダミーを使っていたんだな。影か、それにしても強い。普通に隊長クラスじゃないか。ハフハフの男も強い。単調で動きが読みやすそうだけど、馬力だけなら今の僕すらも超えるぞ。まあ、面倒な相手を代わりに倒してくれたんだ。その分裏にいる大物はしっかりと対応しておかないとな。はい、ニートです。たびたびすまない、シアーネの情報が入った。東京の〇〇公園だ。一般人が狙われる可能性が高い。すぐに向かってくれ。了解。シアーネか、影支配持ってるからてっきり大きく動くなら夜だけだと思ってたんだけどな。死を体感してきても触れたか。僕の虚構支配ならいくらでも部がある。被害者を出す前にさっさと現地に向かわないとだな。俺だよ俺。ああ、都合よく全財産を私に貢いで電子払いを笑顔でこなしてくれるお兄だね。その俺は存じ上げませんな。それよりお願いだ。写真を送る。シアーネ、ロッコンチ、悪神教だ。そいつの痕跡をお願いできないか。無理だね、お兄。君主の主張を追うのはかなり手間だよ。本体かと思って追っていたら偽物とすり替わっていたりとか、もう最悪、定期的に集まらないでほしいよ。フィロンだけで手一杯ってわけね。ならそっちは一度スルーだ。現地で僕とセットで動かないと遠隔ではどうしようもない。了解、ならシアーネの情報をちょうだい。調べるついでにストーカーとして訴えといてあげるから。さすがフィロン、次は法廷で会おう。まずいね、もう〇〇公園にいたよ。急いで、もう退治してる。犠牲者出るよ。
了解、もう公共機関使わなくてもいいし、すぐ向かう。終わってる。あと、あの強さがあれば大会でも優勝狙えるかも。私も頑張ってたのにかすんじゃうわね。指揮隊長の娘だったっけ、確か名前は。ファルドラさん、地球防衛軍の方ってことはお父さんですか。そうだ、僕も東京で事件を起こしていた悪神教を追いかけていたんでね、その関係で指揮隊長から連絡をもらってここに来てたのさ。遺体を一般人が運ぶには色々と問題あるだろう。防衛軍とつながりがある病院に連絡しよう。外も暑いからね、対処は早くするに越したことはない。この人をどうするつもりですか。別に、どれだけ善人でも悪人でも死んだら平等だ。それに僕は解剖とか身体検査とかは専門外、単純に大事ならかくまうって話。それなら、お願いします。任せておいてよ、ついでに報告もしておくからさ。表で暴れ回っていた連中はこれで完全に片付いた。だけど裏に潜んでいた軍師、そいつがどう動くか、ヒロや数人の仲間を呼んで本格的に調査しないとな。7月6日にシアーネ筆頭に動いていた悪神教を撃破、そしてここからはシアーネを裏で指示していた君主の捜索と討伐が僕の仕事となった。熱すぎ、なんで WCBT を日本でやるのかな。それはリオが能力科学開発を日本に置いているからだろ。会場は能力科学開発の最先端、気分が上がる話じゃないか。グリーンランドに帰りたい。なんで防衛軍の幹部クラスは WCBT 出場を義務付けられてるのかな。理論も早く成績を残せばいい。ベスト4に入るのは隊長クラスと認められるから出世がすごく楽だぞ。無理だよ、昨年出て1回戦敗退。私の時期の1位入隊だった例では確か。あいつは危険で出てなかったな。確か入院していたはずだぞ。今年はどうかな、うまくいけばいいけど。でももし本戦でお兄と当たったら賄賂で勝ちはもらうからね、ブイ。兄ちゃんも可愛い妹のお願いには弱いんだよな。そうならないことだけを祈るわ。どうだ、ここを拠点にしてるんだけど。お兄らしいチョイス、なんでいいホテルの部屋取らないの。維持費が高いからだ、部屋にかける金は別のところに使いたい。別に僕はこういう部屋暮らしは嫌いじゃないしね。それじゃあ早速君主捜索に入るから、狙い目は偽物たちが集まった時だよ。任せなさい、兄ちゃんが一掃してあげるさ。偽物は一般人だよ、殺しは NG だよ。それもまずは一掃してからだな。殺してから操っているのか、ただ操っているのか、死んでいるなら仏と家族には悪いけど遠慮はしない。犠牲者を出さないためだしね。それにただ操っているなら方針も変わる。僕の仲間がもし特定の条件を満たして操られたりしたら僕でも困る。理論、この事件では表に出る必要はない。裏方に徹してくれ。ここからは情報勝負、いち早く相手を出し抜いた方が勝利を得る。オッケー、その分最新の情報をホカホカの状態でお届けするよ、ブイ。最初は僕だけでいいか。ここから僕の運命の歯車が狂い始めた。いや、初めからこういう運命だったのかもしれない。たった数十人、本物らしい奴はいなかったな。お兄、現場の気配はどう。特に、こいつらも別に死んでいない。それどころか、おそらく無遊病に近いな。決まったタイミングでゾンビのように仲間を集めるために行動している。何がやりたいのだか。でも弱ったぞ、こいつら全員病院に搬送したらパンクする。だからといって放置もできない。絶妙に正義の嫌がることをしてくるな、この君主は。能力による洗脳だと薬とかでどうにかなる話じゃないからね。しかも決まった時間の洗脳、他人を襲う身体強化と凶暴化、怖い怖い。一向に表に顔を出さない君主、そんなゴキブリみたいな奴の尻尾を掴むためにはそれなりに相手を追い込まないとならない。今は操っているゾンビが勝手に増殖させているから君主も出る必要がない。だがもしゾンビが減って君主の作戦を妨害する脅威がいると分からせれば顔くらい出すだろ。我慢比べだ君主、僕がお前のゾンビを借り尽くすのを黙って見ているか、お前が痺れを切らして表に顔を出すか。フィロン、大会もある中苦しい仕事になるぞ。フィロン、大会もある中苦しい仕事になるぞ。嫌だよ、お兄だけ頑張りなよ、私は寝るよ。待て待て妹よ、お兄ちゃんがかっこよく頑張ろうとしてるのになんでそんなこと言っちゃうかな。だって私は休暇だよ。なのにお兄のために、同じ部隊の上司という最高に媚びを売るために受けたんだよ。無償なんてありえないよ、お兄。お兄ちゃんだって推薦してあげたいけど、身内びいきって言われちゃうじゃん。お兄ちゃん心わかってよ、マイシスター。フィロン、晩ご飯買って帰るけど何がいい。お兄が頑張ってる時にピザとジュースをデリバリーしてもらったから大丈夫。さすが我が妹、なら僕もそのまま帰ればいいね。お兄の分はないから買ってきなよ。ああ、炭酸がないのと糖分が欲しいからケーキとかよろしくなのです、ブイ。兄ちゃん悲しいよ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。